はい、皆さんこんにちは、ミゲールです。今日はですね、地方に来てるんですけれども、1本目に紹介したフリークエンターのスーツケースがですね、ちょっと挙動がおかしくって、なんかキュイキュイ言ってて、なんかまあ動くんですけどね、動くんだけど走り出しが悪かったりとか、ちょっと思うように動かなかったりとかして、多分タイヤの劣化だなっていうことで、急遽 Amazon で買いました。じゃん、車輪4つです。ワンパッケージで3000ちょいですね。2つで6000ぐらいします。まあ結構するなと思ったんですけど、まあでもこれで寿命が伸びるんだったらいいかなと思って、今日はこれをちょっと交換してみたいと思います。さてさて、早速このパッケージから開封したんですけど、初っ端からちょっとびっくりしたんですけど、この車輪のパーツが全部取れるんですよ。こうやって細かくこんな感じで、まあこれ今くっついてるけど、さらにこの中のこの金属の部分とか全部外れちゃうので、開けるときすごい注意して開けてください。1個目開けたらバシャーってなっちゃって、今ちょっと組み立てるのにすごいちょっと時間かかっちゃいました。気をつけてください。入ってたのはこのね、ネジを締める六角レンチと、これが多分車輪のついてるカバーを開ける棒ですね、と車輪を固定するネジと車輪という感じになってます。はい、それでは早速やっていきたいと思います。まずはここについてるこのカバーを外すみたいです。これでね、これ同じように見えるんだけど、外す側が決まってて、外す側にはこのね、ちょっと分かりにくいんですけど、ここの部分に突起がある、ここに突起があるみたいです。こっちはないから、このある方を外せと書いてあります。ここから少しずつ押し上げるようにキャップを浮かせる。おお、いた、浮いた。外れた。こんな感じになってるんですね。で、外したら六角レンチでこれを回すと、よっ、何が違うのかよくわかんないけどな。で、新しいのをつけます。あ、カバー新しいのがあるんですね。古いのと新しいの、なんか違うかな。このはき具合が古いと広くなっちゃってる感じがあるのか、伸びちゃってる感じなのかな。まあ、つけてみよう。つけまーす。よし。とつけてんのかな。ほう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 。
はい、つきました。そして新しいカバーを、爪が壊れそうで怖い。いけそうな雰囲気がないんだけど、よいしょ、思ってんだ。まさかのカバーつけるのが難しいっていう、そんなことある？あ、いった。あ、いきました。こんな感じですね。まさかのカバーっていうのが一番難しかった。無事に1個目完了ということで、あとは同じ要領で3つつけていきたいと思います。完成。古いタイヤはこんな感じになってるんですけど、まあ新しいの見てもあんま違いが分かんなかったんですけど、一番顕著なのはこれかな。もう中のホイールが潰れちゃってるんですよね。だから多分、まあうまく回転しないっていうことが起きてたのかなと思います。はい、ということで完成しました。交換する前はですね、動かす瞬間がもうなんかグッと動かなかったんですけど、今はスルッとスルッと動きます。今日はこんな感じで荷物を上に乗せてて、重いからと動かないのかなと思ってたんだけど、あ、でもなるほど。はい、ということで取り付け終わって、分かったことは、荷物は重すぎるとスーツケースは動かないということで、まあタイヤが古かったのもあるんだけど、やっぱ荷物が重すぎるっていう問題はあったっぽいですね。俺荷物多いんだよな。動画を撮るようになってから、動画の、撮影機材と楽器関係の機材と自分の身なりのものとかを持っていくと結構な重さになるんですよね。重さに耐えうるスーツケース探さなきゃダメかなということが分かった今回の、タイヤ交換でございました。まあ、だいぶ車輪気に入ってるんで、フリックエンター使い続けたいんですけど、重さ問題で新しいの探さなきゃダメなのかなという結果が分かった今回でございました。また新たなスーツケース探しもやっていこうかなと思いますので、ご期待ください。はい、この動画いいなと思っていただいた方、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた会いましょう。じゃあねー。